私立ガンブレ学園。ガンプラの制作およびガンプラバトルに特化した人材育成を目的とした大規模学園都市計画の一翼を担う学園である。生徒たちは皆ガンプラを愛し、互いに切磋琢磨することでその技術と精神を磨き上げる。言語や文化の壁を越え、ガンプラが世界中の人に愛されるようになった今日において、この学園都市における成果が日本の未来を占うと言っても過言ではない。そのガンブレ学園の前に一人の転入生の姿があった。希望に輝く瞳、あふれる情、その手から生み出されるガンプラは、いかんガンプラビルダーの物語が今始まる。君、もしかしてやっぱり覚えてない？小学生の途中まで一緒だったあの頃、よく一緒にガンプラ作ったりバトルしてたよね。懐かしいな。あの時は私の方がお父さんの仕事の都合で引っ越しちゃったけど。こうしてまた会えて嬉しい。そっか、転入生って君のことだったんだ。確か私は3年生だから。久々に会ったけど、期待させてくれそうっていうか、きらめきを感じるっていうか、この感じきっとニュータイプよ。人類の新たなる革新。ごめんなさい、ちょうど最近ガンダム X その君の冷静な君みたいに外から来た人がこの学園を、世界を変えていくのかも意味がわからない。それじゃ何か困ったことがあったら相談して。いけない、またね。あ、そうそう、忘れてた、私立ガンブレ学園へようこそ。私が君のこれからよろしく。知ってのと、組み立てからとそ、残念な、そうそう、君この学園のレベルも高いわよ。頑張ってガンプラバトルのさらなる高みを目指してね。はーい、皆さんお待ちかねの転入生です。自己紹介、仲良くしてくださいね。マジか、この学園に来るぐらいだから。というわけで、わざわざ普通ということはミッションでその実力を見せてもらいます。パートナーは、そうね、コーラさん、お願いできる？わかりました。クラス委員長。委員長がパートナーか。え、あんた知らないの？委員長バトルになると。準備はいいですか？私はいつでも。それでは早速始め。あなた
経験があるらしいですね。とはいえこの学園のシステムだと勝手が違うこともあるでしょう。念のため寄付。
そこまで。コーラさんも楽しそうでしたし、ビルダーパーツのセッティングが予想通りに機能したからです。それにしても委員長、くっそー、僕もみんなそ、もちろんせ、俺どの僕のちょ、それなら私のクシャトリア、不思議そうな顔をしていますね。ガンプラ、その理由きっとすぐに分かる。
といいかしら。先生からこの学園の案内をしておいてほしいと頼まれたの。このあと時間ある？即断即。それじゃファンデルみたいにちゃんとついてきて。ここはさっきも使ったバトルルーム。オンライン端末でガンプラバトルができるわ。ただし今は生徒会の許可がないとこのシステムは使えないことになってるの。本当バカみたい。行動ね。ここで全校集会をやるの。ガンプラバトルのグラウンドよ。まあそんなイベントなんてめっ。この奥生徒会の話はまた後でしましょう。ここでは誰が聞いているかわからないもん。これはこの学園でも確かこの第0波これで大体学園内はあんな何かなあ。だからそのここに落ちてむひでウス19はあ。そういえばじゃあの調子に乗っ生徒会参加のチームラプラスの盾のメンバーです。
ガンプラの実力は大したことないんですけど、ああやって群れるからみんな文句が言えなくて。そのセリフそっくりそのままヤタの鏡でお返しするわ。暁ガンダムの反射装甲ですね。美しい。てめえ、この俺様がラプラスの盾の一員だって分かっ。森田君、あなたチームのリーダーでもないのに。ジョトレ、そこまで言うなら、万が一負けたらこのパーツは返す。お前にはスーパーフミナのコスプレで俺の言うことを。リターンズバージョンか、それともアクシズエンジェルバージョンにするか、今か。いいわ。もちろんさ、ルールは G キューブだ。それ以外は認め。もちろん今すぐだぜ。俺はあいつ汚すぎる。ユイ先輩に味方がいないことを知ってて。ちょっと行くのね。分かったわ、ユイ先輩。そんな即席。さあ、ついに始まります。旧生徒この声を。そうです。私が放送部分。なあ。だぐしゃね。んじゃ。言われなくとも。さあ。森田翔吾3年だ。てめえ、ラプラスの盾に歯向かったらただじゃおかねえからな。さあ、行きましょう。あ、待って、君は G キューブのルール知らないよね。
あと定期的にクエストが発生。クエストにも種類があって、敵の撃破、コンテナ破壊、隠れたレアな敵やコンテナを探すようなものもありますね。それから報酬のキープができる回収装置、キューブを使ったパーツ回収も重要ね。前進だね。
ここでキーパーツの回収クエストです。このポイントを抑えることで試合展開も大きく動いてきますよ。やってやるな。おもしめガチでやりようぜ。このクエストはチームレッドが持っていった。ブルーも負けていられません。と、クエストクリアか。よくわかんねえけどポイントゲットだぜ。やりましたね、チームブルー。これは大きなポイントです。ちょ、マジかよ。このクエストは時間との勝負でもありますよ。さあさあ、通常の3倍のスピードで行きましょう。クエスト開始。どこから潰そうかしら。このクエストはチームレッドが持っていった。ブルーも負けていられません。へへ、見たか。俺だってやるときはやるんだぜ。このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。一歩前進だね。さあ、次のクエストも片付けちゃおう。見つけた。破壊の時間よ。
くさくさ、ふざけんな、こんなの認めねえ。認められないのはあなたの弱い心。約束よ、パーツを返す。いるかこんなもん、ほらよてめえら、ラプラスの盾に生徒会に歯向かってこのままで済むと思ってんじゃねえぞ。おいお前ら、へい。危なかった。ありがとうね、君と。高麗より2年です。好きなガンダムは第 08MS 小隊や0083、最近ですとサンダーボルトなどが。この結構渋い趣味してるのね。バトル中はなんていうかすごかったけど。実はそうだったんだ。君も巻き込んじゃってごめんね。その辺のこと一度きちんと説明しないと。ちょっといいかしら。第08ガンプラ部、ここなら誰も来ないと思います。改めまして、2年の高麗よりです。 C 組の学級委員で。私は3年 A 組の三神楽優衣。彼とは小学生まで一緒の学校だったけど、途中で私が引っ越してしまったの。そうだったんですか。じゃあ。ええ、でもそんなことないです。私も生徒会の横暴にはもう我慢ができないと。私みたいな考えの生徒も。でも表だってそんなことを言ったら潰される。私、君にはどうしてこの学園が今みたいに。もともと私は1年生の時に立候補し、その頃の生徒会はみんなこの学園をより良くしよう、もっと。でも春休みが明けて私たちが2年生になった頃だった。ある二人が元生徒会役員たちにガンプラバトルを挑んできたの。一人は現副会長の瀬名大輔、そして元生徒会役員も。二人は圧倒的な力で元生徒会役員を蹂躙したの。元生徒会役員のが、そんな元生徒会だから次の生徒会役員選で立候補した彼らを、その時の生徒たちはみんな次世代のカリスマとして支持してしまったの。まるでガンプラバトルで強い者が正義、弱いガンプラビルダーは悪であると。入学してすぐでしたけど覚えてます。私たち当時の1年生も圧倒的な力を目の当たりにして。でもまさか副会長の瀬名君は政治家の親を通じて。だからこのガンプ、残っていた他の生徒会役員たちも、そうして学園内に誰も反抗できる。そこからは私も分かります。強者こそが正義、その生徒会の方針が
そのまままず去年から学園内ランキングが導入。ランキングバトルは3ランキング上位者には学園側からの、それだけならバトルに強い。ランキング上位者に、こんなの。そうね、ごめんなさい。私たち元生徒会がもっとしっかりしていれば。戦うって、あなたが。どうして、それって。ユイ先輩、私やります。今までユイ先輩が一人で戦うのを。イオリちゃん、だってこの学園は私たちの学園じゃないですか。それに私には彼が何か新しい力をもたらしてくれる、そんな気がするんです。彼が。ごめんね、私。でも、いや、都合のいいことを言ってるのは分かってる。私たちと一緒に生徒会と。生徒会規定事項6条4項、学園の生徒は生徒会及び生徒会役員への反抗の意思を持つこと。涼子、生徒会に通報があった。お前たちがここで生徒会。生徒会書記の先ほどの話にも出た、前の生徒会役員、それから生徒会を支持するチーム、ラプラスの盾。さっきのチンピラみたいな人たちもラプラスの盾だって言ってました。これは誰がチンピラだ。これ、うわ、出た。今度こそぶっ潰してやる。やっぱりチンピラそのものじゃないですか。2年のコウラと、お前は天に。嫌です、彼も私も。ヨリちゃん、仕方ない。行くぜ俺。先ほどバトル三日ぐらい。さあ、私は私の誇りのために戦いたい。大鳥涼子、放送部部長釈野凛子、本日も全力で命がけでバトル実況をさせていただきます。かかってきなさい、戦い方を教えてあげる。まず奪ってやるよ。悪いが先に行かせてもらう。遅れた者は花火を眺めていると。もう消えなさい、防ぎなさい。ガンプラの手で追いかけるまま消えていきなさい。私は逃げも隠れもしない。さあ、かかってください。逃げんな。次はどっちだ。持ち出してちょうだい。やめようぜ。
してさらば遅れた者は花火を眺めているなかなかのパーツが期待できそうなターゲットですこれは撃破しておきたいですねクエスト開始だお前ならここからどう今回はな、急なバトルで準備できてなかったんだよ。次こそはぶっ潰す。悪いにも程があります涼子負けは負け安心しろこれは正涼子だがこれで終わさてそれとでは失礼するThank you.
私たちはため、そうな、ひよりちゃん、はい、ええ、わかりました。くしゃくしゃ、あ、やば、誰、あ、誰っていうか、ここ私の部室で、机の下でガンプラ作ってお昼寝してたんですけど、むしろあなた、ダイ、私は桜井マリカ、今の話本当、ええ、もう逃げない。私もユイ先輩と同じ気持ちだから、私もえ、私この学園に来る、でも実際マリカちゃん、あのうん、そうよ、それならと言っても私バトルの方は、それはもちろん、はい、そうだ、皆さんのガンプラを見せてもらえませんか。なるほど、皆さんただインナーフレームか。負けていられません。やった、クエストクリア。
ここでキーパーツの回収クエストです。このポイントを抑えることで試合展開も大きく動いてきますよ。回収クエストはチームワークが重要だよね。うまく連携してたくさん回収しよう。プレイヤー4撃破されました。
エストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。ここでキーパーツの回収クエストです。このポイントを抑えることで試合展開も大きく動いてきますよ。来た、キーパーツ回収クエスト。どう狙っていくかは君に任せるね。敵発見、倒す、倒します。プレイヤー1撃破されました。よくも、絶対に許さないんだから。残り30秒を切りました。やりましたね、チームレッド。これは大きなポイントです。クエスト失敗ですって。次に行くわよ。キーパーズ入った。素晴らしいプレーです、チームブルー。これは大きく戦況が動きます。終了です。サイドゼロがまさかまさかの大勝。今のバトルって、いえ、私には普通の G キューブのように思え、おかしいです。オンラインに繋がるはずは、あれ？どうしたの？誰かからメールが来てます。まさか、やめてください、ユイ先輩。これは定型のフレンド申請メールですね。差出人は、でもオフラインだったのよね。こうなると分かりません。もしかすると生徒会か、とりあえず考えてもしょうがないか。ユイ先輩ってやっぱりいい性格してますね。それよりですね、私ね、ずっと考えていたの。どうすればそのため、まさか、ええ、新しいルールを。なあ、ミカグラ、あの噂って本当なのか？またまたとぼけちゃって。生徒会に対抗するとか言ってんだろ。やめとけやめとけ、どうせ無駄だからさ。それより俺たちと遊ぼうぜ。ガンプラだけが青春じゃないって。本当にそれでいいの？あなたたちだって。最初はそりゃそうさ。でも今の学園じゃ無意味だろ、ランキング。そうそう、お前だって女子。それでももう私決めたから。あ、大丈夫、
気にし、それよりちょっと気晴らしに付き合ってよ。せっかく部室の、ここは私に任せて。
年前だから今みたいな学園になっちゃったのはこの前戦ったまたあの頃のみんなとなんてちょっと湿っぽくなっちゃってごめんよかああもうこんな時間だ。Thank you.
ストも片付けちゃおう。このクエスト、君ならどう攻略する？なんだかこうして君と一緒にバトルし、あの頃よく一緒にガンプラ作ってたよね。うん、君は怒られてからもまだ布団の中とかで作ってたでしょ。私知ってるんだから。すごい、ガンプラ作り以外は点でダメなのに。私君の作るガンプラが好きだった。なんていうのかな、なんてちょっと恥ずかしいことも、とにかく私は平気。本当に一人きりだったらくじけちゃって。今はイオリちゃんやマリカちゃん、もう二度と負けないんだから、これからもよろしくね。サイド